さあ、ということでね、設置後の駅、やっぱ電車は終日満員ですね。すごいですね。で、無人駅から乗るときは整理券を取るか IC カードのタッチなんですね。なるほど。技術社員の募集もやってるみたいですよ。すごいですね。技術社員で、こっちは18万4千かな。こっちは20万かですね。あ、車両こっちと高専か、こっちは。あ、なるほど。ですから、電気設備のね、点検業務とかいるわけだ。で、この辺りも経験者採用ってわけですね。へぇー。こういうのやってるんですね。結構独自で採用してるんですね。あ、でもこの辺りも昔ながらの歴史を感じますよね。こういうのがあるとやっぱアスナロ鉄道は言うてね、歴史を感じるやつは全部近鉄だったりしますからね。この辺りは新しく作った感じですけどね。で、時間としてはかなり出せない13時やから、今ほどあれか、最後の13時とか出発してる頃かな。で、私は多分喋りながら撮るから、多分音入ると良くないでしょうから、私とはちょっと離れたところから撮りましょうかね。いやー、水は入りますね。でもそう、あそこね、何が良かったってね、ウォータークーラー飲み放題だったんですよ。冷たいお水、大量に飲んできました。もうね、バッチリ、これね、脱水症状、熱中症の症状が出てるときは、こうやってやったときに、白いのがね、すぐに戻らないんですよ。それがね、すぐに、さっきね、やったらね、しばらく白いままだったんで、あ、ちょっとやばい、脱水症状出てるなってなかったんでね、入浴前にね、もうガブガブ飲んで、で、入浴、してもね、一汗かいてからもう一回、ガブガブと、もう冷たいの飲みまくって、もう腹壊してもいいやっていうぐらいね、飲んで、さらにそこから老いのコーヒー牛乳をですね、いただきましたんで、もうバッチリです。もうバッチリ体冷えました。でもそれもね、もう涼しい脱衣所でね、いただきましたんでね、万全です。バッチコイです。あとこれ良かった、これは大正解だ。まあ、絞ってはきましたけどね、ベトベトベトはあれかなと思ったんで絞ってきたんですけど、これはお買い上げ扱いなんでね、持って帰っていいよってことだったんで、そのまんまね持ってきたんやけど、あ、これ首巻いとくだけで全然違う。で、ね、いいじゃないですか。これで天然音声ね、あ、逆か、ほら地元貢献してる感があるじゃないか。天然音声ね、ちゃんと設置後の湯ってことでね、なんだこの絵はなんだこの絵はと、あれながら変ですけど、いやちゃんとね。でもまあ今回のね、目的はもちろんね、水間鉄道さんもですけど、やはりこれで沿線のね、進行を行かさないといけないから、これね、やっぱ散歩道分けの方はね、これを参考にしてね、ここに温泉があってこうやって休めるなっていうのはね、これね、散歩道下における給水地点、トイレと、あとね、こういった、休める場所、これね3大ポイントですからね。ちなみにね、小上がりって言ったらいい、小上がりスペースって言ったらいいのかな、ちょっと漫画読みながらねリラックスできるスペースとかもあったんですけど、残念ながらね、そこは今コロナの影響で今閉鎖になってるらしいです。危ないです。そこ終わったら多分もうこれ忘れて、もういいやーってなって、多分そこでゴロンってちょっと紙取ってましたよね。いや危ない危ない、そこはねふざかってたんで、無事ちゃんとやってきましたよということで。いやでもいいですよね。ただしまったな、なんかシャツの1枚ぐらいはね、なんかグッズ残っとったらいいんやけどな。多分これで戻った頃に行ったら、あっちの物販の方も落ち着いてるでしょう。というかもう売れ残ってない、残ってないかもしれんけどね。どうかな。1本入るとこうやって静かってのもいいですよね。電車来るまで日陰におろう。言うて、脳天が暑い。でも一番空いてるのが実は西園寺特急だったりするかもしれませんね。整理券で管理してますからね。座る座る。ベンチもね、空いてますからね。
なんか便器ですけどいいですよ。ちょっと座らせてもらって。よいしょ。ただあれですね、一個だけね、ちょっと気をつけとかないといけないのは、水間鉄道の駅は基本トイレはないみたいですね。お手洗いの設置はないみたいなんで、そうだね、貝塚駅もなんか見当たらなかったし、水間駅、観音の駅はありましたけど、他の駅は基本的には、名塚の駅、名越の駅もなかったですから、お手洗いの確保だけは気をつけた方がいいかもしれません。まあ、今回はね、さっきの、何でしたっけ、正語じゃない、もうね、答えを持ってますからね、設置語ね、というか、歴史書に書いてあるんだろうな、設置語の湯でね、お茶代ももうバッチリと、もうプリピッと済ませさせていただきましたんで、快適なお手洗いでした、この綺麗なお手洗いで。もう何も言うことありません。最高のタイミングで最高のリラックスできましたからね。今のところ、ね、特急採用事項もね、朝早くから起きてたのに見事に逃し、この企画で何をやってるんだという声が上がるかもしれませんけど、個人的には今のところ大満足しております。めっちゃいい街です、貝塚。あとで伊藤園のお茶だけ買っときましょう。全部の駅にね、そのコラボしてる伊藤園のお茶が置いてあるのは嬉しいですね。しかも全部 IC カード対応なんでね、これは買い勝手いいですよ。お、見とったら、これかな、これ臭いな。ではこの設置後の駅でね、こっちかな、向こうから電車が来ないですか、多分こっちですね。白線の内側でいいかな、内側だから大丈夫ですよね。でなんかガチなかったらそれ多分あれスタッフの方かな、三脚とかねガチの機材持ち込んでますんで、さすがに私その横でねこんなベラベラしちゃいながらね、撮る、無礼な大人ではございませんけど、社会人ですからね、一応ね、これでもねもう社会人15年やってますから、おこのまま行くの、このまま行くのかな、1回停車するんだ。あ、普通のお客さんが間違え、一回やっぱ停車はしないといけないですね。おお、やっぱ一番この電車が混んでないね。あ、おお、やってますね。おお、走ってきました。特急採用事故。やはり閉塞の関連なんでしょうね。一回停車をしないといけないんでしょうね。おー、で予想が正しければ、でこれの電車が出てた後に次のやつを狙いに行って物販がわーっとなる、で次の列車で向かったら、そんな間に合わない時間から行こうとするやつはいないはずですから、一番空いてるはずだから、これに乗りましょう。よし、これで行こう。よし、今回あれですね、あちこちで西園寺さんの、それ西園寺さんのあれですかね、すごいな。これ何のボタンなの、何これ、ハイタイプ、気になるな、気になるけど、なんかダメなボタンだったらいけませんからね。ここに繋がってる、これ、こんなギャラクシーなんかもあるんだ。サイフォンのポコポコ今日立ち上げる。あ、さっきのねコーヒー飲みたくなってきましたね。月もお客の香りも少しですね、いっぱいあるなと思ったら全部この石田ひろ子様の作品ということで、
いやすごいですね、分散に遅れてますね、すごい、いい感じ。あ、で、そうか、団地で、ホールで団地を楽しむとこんなんやってんだ。そうですね、まあ、こっちという、あ、貝塚は貝塚で貝塚の団地っていう歴史があるんですね、ちゃんと。やっぱあのうちらの団地でっていうと岸原っていうイメージがパッと出てきますけど、このやっぱり南部の方はこういった、林ものがまたあるんでしょうね。で、このミュージアムってどこでやってるんでしょうね。クリアファイルとかいろいろ、コラボフリーキップなんかも、これでも私はちゃんとオンラインで買いましたからね。そうそうそう。で、あ、ここにそっか、社長のスケジュールがも書いてあったんだ。11時50分くらいダンブースに入って、で、今乗ってって、2時半から3時15分は名護市に行くんだ。へぇ。で、あ、3時からうどんブースでね、で、ブッダンブース。最後の時間こっちと、すごいですね、ガッというので、そっか、今の列車は32分すぐに結構折り返してやってくるんですね。あそうそうそうだ、せっかくだからちょっとこの辺りとか田中の位置ってあります、田中の道かな、ちょっと先なんだこれは、で、4号地かな、4号地か、奈良時代の、創業地か行地か、現在の開花地鳥羽付近まで来たところで白鳥が羽を落として飛び去ってしまった。そのため行地は道に迷ったが、この辺り一人の道士が現れ、道までの道まで案内して姿を消した。あの、その、あの、十六道士の道士の、道士が実は十六道士の化身であったため、ここの地に使う気づき、あ、そういうところが、そのところがこっちにあるんだ。行っときましょうか、せっかくですから。この白林寺、こっちの方から抜けてたらいいみたいですから、白林寺も新章大変をしてるらしいです。で、生後の家並みは、今もう通ったね。聖子の家並みは通ったから、あ、聖子か。聖子の家並みは通ったんで、湯も行ったから、ここから、ちょっとこの塚だけ見ときましょうか。地獄塚っていうらしいです。まあ、せっかくだからちょっとこっちも行きましょうか。まあ、体力回復しちゃいましたからね。全然行きます。よし、そっち行っちゃおう。